はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方でカルデアサテライトステーションからね、バレンタインの情報がいろいろ出たということで見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ先にいろいろ見ていく内容があるんで、そっちから見ていきましょう。まず一つ目なんですが、フェイトグランドオーダーとアニメジャパンが、出展するよというお話です。まあこれに関して3月23日と24日にアニメジャパンがあるんですが、 FGO のブースが出展されますよという感じです。で今回、確か生放送の情報が出まして、3月24の15時5分から15時40分の35分の間ですね、ここに公式生放送があるよという感じになっています。で多分なんだけど、ここのタイミングで総称の情報っていうのが出るんじゃないかなと個人的に思っているんで、まあこの3月24日に関しては結構楽しみに待っておくというのでいいんじゃないかなと思います。あ、でちょっとね、今ね録画方法変えてるんですけど、ワンチャンこういうのでね、今後なんかここ重要だよみたいな丸ができるようになったりとかするかもしれないんで、はい、いろいろやっていけたらいいなと思います。というので3月24日に、生放送があります。そして次、サテライトステーションの新情報追加ということで、まず石10個配布されました。はい、ありがとうございます。まあこの石10個に関してはバレンタインか何らかしらで使ってあげるというのでいいんじゃないかなと思います。総称で温存しても構いません。で次なんですが、ツイッターの連動キャンペーンの石配布がどっかにあったんですが、あ、ここですね、3万リポスト達成で石6個配布っていうのがあるんだけど、これも達成されました。ということで合計16個の石を入手することができるという感じになってるんで、このタイミング必ずログインだけしておきましょう。はい、ということでラストメインコンテンツです。バレンタイン2024チョコレートリバーのその先にということで、期間限定星5サーバントアンドロメダが新登場ということで、いやー来たねーっていう。でね、いろいろ予想があったじゃないですか。テュフォンが来るんじゃないか、ムリアンが来るんじゃないか、どうのこうのいろんなやつが ありましたが、はい、完全的な新規キャラクターとなっております。情報になかったキャラクターが来たということで、俺としてはめちゃくちゃ嬉しい。まあめちゃくちゃ単純な理由なんだけど、やっぱりね、新しいキャラクターが来てくれると、そのキャラの良さっていうのをね知りたいっていう気持ちになって、ちゃんとイベント読むようになったりするんで、まあ新規キャラクターアンドロメダが実装されるという感じです。で開催予定に関してなんですが、2月14日よりイベントが開始ということで、まあ2月14日からだいたい3週間あるってことを考えると、3月の6日までかな、イベントがあるんじゃないかなという感じです。まあこれに関しては3週間ならばっていう感じなんですが、今のところ情報的なことを言うとまだ出ていないという感じになっているので、まあ基本3週間のイベントだろうっていう読みで、3月6日にはイベントが終わるって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。で参加条件は冬季をクリアしたマスターのみが参加可能ということで、まあ、ほとんどの方が参加できるかなと思います。で期間限定召喚に新たなサーバントが追加ということで、なんか海の怪物に捧げられて怒りゃくとどうのこうのと書いているんですが、アンドロメダが追加されました。アンドロメダに関しては星5のライダーということで、まあ過去にね、ここ最近ね武田信玄が実装されたんですが、まあそれとは違う星5ライダーとして実装される可能性っていうのが高いという感じです。でまあこれはめちゃくちゃ楽しみだね。なんか個人的にクイックかアーツ型のキャラクターかなーって思ったりはしているんですが、まあもしかしたらバスターの可能性っていうのも十分にあったりするんで、まあここに関しては後々ね生放送でアンドロメダについてちょっとね深掘りしていきたいなと思ってるんで、まあそちらで見てもらえればいいかなと思います。まあサーバントの予想どうのこうのやっていけたらいいねっていう感じかな。でそれと同時に、新たな新規概念霊装として、ヨハンナの概念霊装が追加されました。これさ、すごい申し訳ないんだけどさ、めちゃくちゃ見にくい携帯で見ようって思った際に全部収まらないっていうのがあるんで、できたら全部収まる程度にねやってくれたらよかったって思ってる。ただこのイラストマジでエモい、ガチでエモい、良すぎる。でこれはね期間限定イベントで入手できる概念霊装となっているんで、多分ガチャさん概念霊装ではなくイベントで入手できる概念霊装になっているはずだから、どうなんだろうな、悪特攻とかそこら辺が入っている特攻霊装だったらなおよしっていう感じかな。
まあ、NP50% チャージだとは思うので、まあ、そこら辺で何らかしら来てくれると嬉しいなという感じです。いやけどマジでこのレースをね、俺ピカイチで好き、めちゃくちゃ好きっていうレースだから2凸ぐらいは作ろうかなって今思ってます。そして次、新たにチョコの受け渡しが可能となるサーバント紹介ということで、去年のバレンタイン以降 CBC からですね、そこから新しく追加されたサーバントたちがここに全部ずらーっといるよという感じになっております。まあいろんなキャラクターがいるんですが、もうよりどりみどりだね。でかつね、サムライレムラントのコラボキャラクターに関しても今回適用されているということで、やったーっていう感じ。まあ一番気になるのはね、まあドラコだったりとかするんですが、まあここら辺に関して去年ね結構聖杯振ったキャラクターっていうのが多かったりするんで、まあそこら辺は配信とかで一緒に見れたらいいなーって思ったりしています。男性サーバントしかり、女性サーバントしかり、ちょっとね見たいキャラクターが去年と比べるとなんか今年めっちゃ多いなーっていう感じなんで、がっつり見ていけたらいいなーと思います。で先行情報、イベントサーバントの対象って書いてるんですが、あーなるほど、これ普通にアンドロメダが追加されたよっていう感じかな。あ、そうですね、ライダーのところコロンブスだけだったんですが、アンドロメダが追加されたという感じになっております。で、セミラミス、あ、これはまあ後ででいいか。はい、あ、いや今でいいですね。ピックアップに関してのお話なんだけど、ここねなぜかセミラミスがいなかったんですよ。いなかったんですが、シナリオでセミラミスが出てくる可能性が今めちゃくちゃ高いです。というか実際出てきましたって考えた際に、ピックアップ2でセミラミスが来る可能性が結構高かったりするので、今後のガチャに関してはアンドロメダプラスセミラミスの復刻が来て、何らかしらいろいろ添えられていくんじゃないかなと個人的に思っております。まあそのタイミングで強化とか来たらねめちゃくちゃ熱いので、まあそこは楽しみに待っておくというのでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで一応生放送でいろいろ情報出たんですが、こんな感じかな。一応まとめの方があったりするんですが、石16個配布されるよ、バレンタインが開催されるよ、アンドロメダが新規キャラクターできたよ、概念レースをこんな感じだよ、で、あ、こっちで見た方がめちゃくちゃ分かりやすいんだけど、まあ、こんな感じでいろんなキャラクターが新規受け渡し可能となっております。でテレビ CM も公開されているということで、気になる方はテレビ CM 確認してみるといいかなと思います。壁紙とかもねプレゼントされてるんで、欲しい方は入手しておきましょう。それ以外はサテライトステーションのオフィシャルグッズの公開とか、まあ受注生産とかいろいろあったりとかするので、もしね気になるよ欲しいよっていう方に関しては、買っておくというのが大事になってくるかなと思います。で FGO マートの開催とかいろいろ書いていたりとかするので、まあここら辺は気になる方はとりあえず調べていろいろとねやってもらえたらいいかなと思います。以上ということで、今回いろいろ情報を見てきたんですが、こんな感じとなっております。まあやっぱりアンドロメダだね。この子がねどういう性能になるのかっていうのがめちゃくちゃ気になるんで、まあここら辺は後々また動画にできたらいいなと思います。で全体フォームに関してももう発表されております。公式の方での発表はまだないとは思うんですが、そこら辺もまたいろいろ見た上でちょっとお話ししていこうかなと思いますので、まあ、この後ご飯食べて動画投稿が終わり次第20時か21時頃から配信しております。もしねちょっとそこら辺で気になるよっていう方はそちら見てもらえれば幸いです。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。